どうもこんにちは。実はですね、ドライブレコーダーを設置しようと思ってまして、このシガーソケット、ここから電源を取ろうと思ったんですけども、どうもねこのシガーソケットが使えないということで、なんで使えないのかなと思って調べてたらですね、どうもヒューズが切れてるということが分かって、今回はですねこのハイゼットカーゴヒューズ交換をしてみたいなと思います。まあね、ヒューズ交換をしてみたいですと言いながらもね、すごく簡単な話で、このね運転席の下にこんなところがあります。これがヒューズボックスってやつで、これね外すと、こんな感じでねヒューズがいろいろと並んでます。これを見ただけだとですね、さっぱり何のことだかわかんないんですけども、ヒューズボックスの蓋にねこんな感じで、何がどれですよっていうのが書いてあります。でね、これ最初分かんなかったんですが、こうやって見ちゃダメみたいで、こう見るみたいですね。まあ図で言えばですね、これとこれが同じということなので、今回はねシガーソケットなので、この CIG ってやつかな、左の一番上、左の一番上を外せば OK ということなので、これかな、これを抜いてみます。で抜いてみるとですね、こんなになってますね。これがね切れた状態みたいです。ちょっとねイエローハットに行って15アンペア、同じ15アンペアですねの、ヒューズを買ってきたんですけども、こんな感じでね並べてみるとよくわかるんですが、左側が新品の切れてないヒューズで、右側が切れたヒューズです。真ん中が切れてるのがわかりますよね。ということで、これを入れてみようと思います。これもね入れるのはすごく簡単で、単純に差し込むだけと。これでもヒューズ交換は終わりです。あとは蓋を戻して、これで完璧に作業が終わりました。はい、ということでですね、ただこれだけの作業なんですけども、まずシガーソケットが使えないという時に、こちらのねヒューズが切れてるかどうかを疑う必要があるということと、次にヒューズボックスがどこにあるのか、ヒューズボックスがここにあって、いろいろ並んでるヒューズの中で何を変えたらいいのか、そして切れてるヒューズと切れてないヒューズの見分け方、この辺がですねやったことがなかったのと知識が全くなかったので、いろいろ調べてやってみたんですけども、これでですね今度からシガーソケットから電源が来ないという時も慌てずに対処できるんじゃないかなと思います。今回購入したのがですね2個入りのものなので、このね1個はねまた予備として切れた時のために取っておこうかなと思います。ちなみにねこれは2個セットで160円ぐらいだったのかな。まあ、今見てですね作業がすごく簡単なのは分かったと思うんですけども、まあね、この原因がヒューズだってことを気づかずに車屋さんに持っていくと、やっぱりですね作業工賃みたいなのも発生しますし、まあ、すごく地味なことなんですけれども、知っておけば役に立つんじゃないかなと思います。今回はねハイゼットカーゴでやりましたけれども、まあ、他の車でもねやることは同じようなことだと思うので、まあ、何かしらのですね参考になればいいなと思って今回動画を撮ってみました。ということで、次はドライブレコーダーですね。ドライブレコーダーの取り付けもまた近々やろうと思います。それでは。